すみです。こちらは、鉛筆削りです。こちらの鉛筆削り、英語でシャープナーといい、このような鉛筆を削って芯を尖らせることができます。もともと鉛筆は専用の削り器があったわけではなくて、ナイフなどで削っていたんですけど、ナイフでの削る作業が難しいということで、このような簡単に鉛筆を削ることができる鉛筆削り機が発明されたそうです。さあ、今、4月末ですね。新学期も始まり、だんだんと新しい生活に慣れてきて、周りの友達から人気者になりたいと思うようになってきますよね。ということで、今回は、小学校で使えば、絶対人気者になれる、やばい鉛筆削り機を作ってみたいと思います！よろしくお願いします。さあ、今回、何を作るかというと、見てください、これ。これは、私が考えた小学校で絶対に人気になれる、めちゃ希少鉛筆削りです。まあ、この絵見てもらったら、わかりますよね。この顔面の耳に鉛筆を差し込んで、鉛筆を削ることによって、これ口からカスが出てくるという、もうめちゃくちゃ希少い鉛筆削りなんですよね。普通だったら、こんなものを作る企業はございません。ですが、3D プリンターであれば、もう自由自在に物を作ることができるので、こんな希少いものでも、作ることができるんですよ。こんなん学校で使ってみ？もう人だかりできて1日でパクられる。子供たちの夢のためにも、こちらの商品を作っていきたいと思います。それでは早速、作っていきましょう！個人でやるものづくりって、本当に面白いですよね。企業だと、絶対にこんな売れない商品は作らないんですけど、個人だと、めちゃくちゃすることができます。印刷プレビューです。9時間43分かかります。私の動画を見て 3D プリンターを買ったという人たちから連絡が来ると非常に嬉しいですね。まあ、こんなバカみたいなものしか作っていないのですが、ものづくりは本当に楽しいです。じゃあ印刷してこっか。できた！ということで完成しました。こちら、めちゃ希少い鉛筆削りのパーツです。はい、勢いで設計して作ってみたのですが、これ果たしてちゃんと機能することはできるのでしょうか？見た目はだいぶいい感じですね。とりあえず、土台とサポートがついているので、ペリっていきます。はい、それでは無事、ペリることもできました。もうこっからが問題ですよ。はい、これどうしていくかというと、内容をご説明しましょう。まず、この鉛筆削り器のこの蓋の部分をバリって外して、で、ここの中にぶち込みます。で、この中にぶち込むと、この耳の部分に穴が開いているので、ここにこうやって鉛筆を刺して、くる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 回すと、ここからカスが、口からカスが出てくるという設計になっています。一発で、もうドンピシャでハマるのか、もうだいぶ心配です。それではまず、こちらの鉛筆削り器のこの2パーツを破壊します。まあ、この状態で守られちゃうと消しカスが口から出てこないので、これはいらないです。もう簡単に取れたね。ポリって取れた。で、そしたら、この顔面パーツにこれ向き間違えないように。そしたら、これをこうやってはめていきます。これでいけるはず。これで。入った。おー、ちょっとずれてる。うわー、最悪これ見て。ほら、これ設計ミスで、これ見ますかこれ。ほら。設計ミスでここちょっとずれてしまってますね。これはやばい。こういう時は、ハンダコテを使って、もう無理やりなんとかやっていきましょう。はい。ハンダコテくん登場です。まあ、3D プリンターなんでね、こんな感じで、ずれるもんなんですよ。位置なんか。で、ハンダコテを使って、ここの部分をジュジューって溶かしてあげて、この穴を拡張してあげれば、まあ、それで OK ですよ。こうやって。拷問みたいになってるけどさ。はい、それではめちゃくちゃ熱い耳かきしていきますよ。ちょっとね、これもう手術みたいなもんですからね。これもう手術と同じ。よし、じゃあやっていきますね。ここをちょっとね、拡張していきますよ。ほれほれほれ。あー、よし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 。あー、いいでちゅねー、いいでちゅねー。ちょっと、いけるかなー。こうやって、よいしょよいしょ。いい感じ、いい感じ。よし。多分手術は成功だ。ただこれ耳拡張されすぎてちょっと耳の形だいぶ希少くなったけど。いやでもこれは仕方がない。背に腹。背に腹は変えられぬということです。はい。ということでこのように耳をですね、もうとんでもない大きさに拡張することができました。素晴らしい。そしたらあとはこの後ろの部分に凸が2つついているので、この後頭部をここにはめ込めば、ほら、うん、できた。
はい、見てください。これが、もう小学校で大人気間違いなしの、めちゃくちゃ希少い鉛筆削りです。こんなんさ、隣の席の人にさ、あ、ちょっと、鉛筆削り貸してくれ、忘れてんって言ってさ、こんなん渡されたらどうしますこれ。え?ってなるよな。使い方全然わからんしさ、あ、ここのな、耳からな、鉛筆刺してな、くるくる回したら、ここの口からカスが出てくんねんとか言われたら、さすがにこれ貸してくれた人のこと心配になりますよね、その精神状態というか。まあ、とはいえ、素晴らしい作品ができましたので、早速使えるか、試してみます。それでは、こちらの、どうしようもない鉛筆を、この耳の中に入れてみましょう。耳の中にこう突っ込んで、お、耳かきみたいだよね、これほんまに。はい、突っ込むことができました。そしたら、これをこうやって回転させるだけ。おー、すごいすごいすごい!ほら。ちゃんと削れてますね、音が。おー、削れてる削れてる。すだいぶ希少いな、この光景。鉛筆削りの形を顔面にするだけでこんな風になるんですね。おー、すげえすげえ、めっちゃ綺麗になった。それでは、こちらの鉛筆、綺麗になりましたんで、これもう一本、二本目の汚い鉛筆を削っていきましょう。いや、すごいね、このおじさん。耳にさ、鉛筆刺して回したらさ、めっちゃ綺麗にしてくれんで、これ。素晴らしい機械やん。はい。二本目も、めちゃくちゃピンピンになりましたね。で、あとは、これ、おじさんの顔面を、こう、コンコンコンと叩くと、おっ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 見ました見ました今。おじさんの顔面こうやってコンコン叩いたら、うっできた。俺設計通りやねんけど。おお、すごいな。口からほら、口から鉛筆のカスがいっぱい出てくる。顎に黒煙がついてヒゲみたいになってまた気にしよう。はい、とんでもないほど気色の悪い鉛筆削りができました。ということで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。今回は、おじさんの顔面に鉛筆削り器を入れることによって、めちゃくちゃ希少い鉛筆削りができました。これを学校に持っていくと、まあ、人気者になるというか、なんか保健室に連れて行かれそうですね。よければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。